はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、固定資産税の1回目、基本的な部分を解説していきます。まず、固定資産税っていうのは、固定資産を持っている人に対して課される税金。まあ、これが基本的な考え方です。なので、固定資産が何なのか、また、それを所有している人って誰なのか、まあ、こういったところをしっかり頭に入れていきましょう。でまず、固定資産、まあ、つまり、課税される対象となるのはどういったものかというと、大きく分けて3つあります。一つ目が土地、二つ目が家屋、三つ目が焼却資産。この三つですね。これを所有している人に課されるのが固定資産税ということになります。で、これ所有していると、こう毎年こうかかってくるんですね。後でも解説するんですけど、毎年かかってきます。不動産取得税っていうのは一回だけでしたよね。一方で固定資産税は毎年かかってくる税金です。で、土地っていうのは宅地だったり田畑、まあ、つまり今農地ですね。とか山林とか。なので、まあ、土地についてはもうすべて、固定資産税かかってくるよっていう話です。で、家屋。まあ、家屋って、まあ、建物と考えていただいていいです。住家。まあ、これは住む家ですね。あと店舗。あと工場。あと倉庫。まあ、こういったものも固定資産税の課税対象です。あと、焼却資産っていうと、例えば、ブルドーザーとか。あとは機械。まあ、大きめの機械。工場にある機械とか。まあ、そういったものが焼却資産です。で、課税主体。誰が固定資産税を課税するのかというと、これは固定資産が所在する市町村です。ポイントは2つ。固定資産があるところの市町村なんですね。なので、所有者の住民票がある市町村ではありませんよ。また、都道府県ではないですよっていうところですね。固定資産がある場所の市町村、ここが固定資産税を課してきます。で、固定資産税が課税される時期っていつなのかというと、これは毎年1月1日現在の固定資産に対して課税されます。支払い時期とは別の話です。支払い時期ってなってくると、まあ、固定資産税払ってる方だと分かるんですけども、まあ、1年間に4回ぐらい払うんですよ。で、これっていうのは1月1日現在の固定資産税に対して、まあ、4回に分けて払っていると、まあ、いったイメージです。で、誰が固定資産税を納税しなければいけないか、これは最初にもお伝えした通り固定資産の所有者なんですね。で、これっていうのは1月1日現在固定資産課税台帳に所有者として登録されているもの、これが所有者に当たります。で、まあイメージとしてはこれ登記をしているものって考えてもらって大丈夫です。例えば、固定資産、土地とか建物買いましたと。買って登記をした。で、そうすると、こっち、固定資産課税台帳に登録されますんで、まあ、基本的には登記したものなんですけども、まあ、厳密に言うと、固定資産課税台帳に所有者として登録されているもの。これが納税義務者になります。これ、真の所有者じゃない可能性もあるんですね。例えば、売買契約をして、まあ、売ったと。売ったにもかかわらず、所有権移転登記していないと、売り主側が、固定資産課税台帳に所有者として登録されているわけなので、売り主に対して固定資産税が課されるということになるんですね。ただ真の所有者は買い主ですよね。なんで、まあ、そういったこともありえますよっていう話です。これただし質権とか存続期間100年以上の地上権が設定されている場合は所有者ではなくて質権者や地上権者が納税義務者になります。まあ、この点も合わせて覚えておきましょう。まあ、実際に使っているのは地権者とか、まあ、地上権者ですよね。なのでその場合は所有者じゃなくて地権者とか地上権者が固定資産税払ってくださいねと、まあ、いう話です。で、あと補足みたいな感じなんですけども、もし所有者が死亡していた場合どうなるかっていうと、これは実際の所有者が納税義務者になります。まあ、通常は相続人ですね。相続人が納税義務者になりますよっていう話です。また、まあ、台風とか津波とか、まあ、そういったもので所有者が所在不明の場合、この場合は実際の使用人、これを所有者とみなします。まだこれ死んだかどうか確定していないわけなので、まあ、所有者は変わらないわけですね。ただ使っている人が変わるわけだから、その使用人、使っている人を所有者とみなして、この使用人に対して固定資産税を課しますよ。つまり使用人が納税義務者になりますよと、まあ、いった話です。
で、今回補足の話したんですけども、この部分をできれば合わせて頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。